聞き耳立てチャンネル。イエーイ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 。さあ始まりました、聞き耳の聞き耳立てチャンネル。今週はこれだ。モノマネ対決。イエーイ。今日はですね、モノマネ対決をしたいと思いまして、直樹くんもご存知かと思うんですけどもね、ユミさんとマサキくん実はモノマネが得意なんです。そうなの？そう、ということで今回は、うん、ユミちゃんとマサキくん、うん、どっちがモノマネ似ているのかっていうのを対決したいと思います。おお、はい、うん、あの同じモノマネをします2人とも、はいはい、これから、うん、何個かモノマネするんですけども、うん、で、負けた方はですね、おこれ罰ゲームがあります。お罰ゲーム、罰ゲームを発表したいと思います。はい、負けた人は1月1日元旦にですね、日の出動画を撮影する。イエーイ。何時、日の出って何時ですかね。やっぱりね、こちらは北海道の道東にあります中標津町になりますので、なるほど、もう誰よりも早くね、皆さんにご来光をね、そう、日の出見ることができるんじゃないかなと思いますので、はいはい、質問質問質問、はいはい、はい、田君、その頃の例えば朝方3時4時って、うん、中標津何度ぐらいになってるんですか。寒い時で氷点下20度ぐらいすげえ罰ゲームだ。うん、でも結構行く人いますよ。いますよ。勝敗を決めるのはみんなですね。そう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 、うん、で、今日ですね、最後まで皆さんしっかり見ていただいて、うん、どっちが似てたのかっていうのをですね、 YouTube のコメント欄に書き込んでください。おお、そして後日、聞き耳立てチャンネルの方で発表したいと思いますので、おー、はい、どしどしメッセージお待ちしてます。おー、さあ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 、それでは行ってみましょうか。行きましょう。早速、はいはいはい、ゆみちゃんとまさきくんが共通してできるモノマネは、うん、まずはジブリ隣のトトロよりおばあちゃん。おばあちゃんですよ。わかりますかね、みんな、うん、メイちゃんのおばあちゃんかな。あれメイちゃんのおばあちゃんなのかな。二人のおばあちゃん、え、二人のおばあちゃんじゃないの。二人のおばあちゃんだねあれ、うん、メイちゃんとお姉ちゃんは兄弟だからね。あれでもカンタのおばあちゃんじゃない。カンタってあの少年のおばあちゃんだよね。俺そうだ、うん、だから面倒見のいい近所のおばあちゃんってことだよね、うん、きっとね。え、そうなの。え、まあ、とりあえずここでカットしていきましょうか。そうだね、曖昧なんで、はい、ユミちゃん自信あるんですよね。これは自信ある。これはってないですよね僕も自信があるんですよ。これはね、いつもよくやってる、うん、だからね、本当にね、もういい加減もう皆さんに決めてもらいたい。ユミちゃんが似てるのか、それともマサキくんが似てるのか。なるほど。もうお互いで譲らないんですよ、ここはね。じゃあ、じゃんけんしようか。はい、あ、こう最初はグー、じゃんけんぽ。おー、じゃあユミちゃんが負けたので、ユミちゃんからのスタートでお願いします。はい、いきます。はい、めいちゃんはここにいな。似てた。もう私このセリフしか言えないんです、でもいやでもね、ちょっとね、なんていうのかな、まあ、気持ちはわかるよ。わかる。似てるんだけど似てるんだけどねじゃあ、いきますよ。はい、お願いします。はい、和田君も、ジブリ隣のトトロよりおばあちゃん。めいちゃんはここにいなー。ああ、なるほどなるほど。どうすか、またちょっとニュアンスが変わりましたね。うん、ちょっとね、これは負けないと思う。いや、俺だって負けないと思うどんどんいきましょう。続きまして、ジブリ隣のトトロより真っ黒クロスケ。トトロあーやーい。はい、行ってみようか。あれ、ちょっと真っ黒クロスケって喋ったっけ
これね、喋るんですよ。あのね、聞いてもらったら分かります。あーって。では、ゆみちゃんの、はい、はい、あの真っ黒クロスケが動いてるところを想像しながら聞いてくださいね。いいですか？はい、いきます。お願いします。はい、わなわなわなです。おーなおくん、分かった。なんか、あれ声なのか音なのか声なのか、なんかでもなんかそんな気いやのがあったような気がする。多分謎ですよね。声じゃないのかもしれないですけどね、うんうん、なるほど。そうそうじゃあこれを、じゃあまさきさんもできるんですか？僕もできるんですよこれ。いや俺の方が似てるんじゃないかなって、思いますので。なるほど。それでは行ってみましょう。はい、はい、真っ黒クロスケいきます。どうして笑ってるの？どうして笑ってるの？これはい、あの真っ黒クロスケって個体差あるのかな。これ結構2人ともなんか結構なクオリティだと思いますよ。なんかレベルの違いが分かんないんで。違いが分かんない。よく見てる人じゃないと分からないかもしれない。ちょっとマニアックだよね。それどこのシーンってなってると思う。多分。そうだよね。分かりました。では最後。はい、最後です。松任谷由実対決。うん、イエーイ。確か特徴ありますもんね。そうですね。もうジブリじゃないですね。ジブリじゃない。歌歌ってる人ですね。キャラクターではない。そう。最後はね、やっぱり僕たち歌手ですから。なるほどね。ね、歌い手なんでやっぱり最後は。まあ、でも定番ですよね。定番ですよね。定番のモノマネですよね。そう。いやもうここでね、分かるじゃないですか、あのモノマネ職人のレベルが分かるじゃないですか。いやそうですね、ここで全てが決まるんじゃないかっていう、うん、ではゆみちゃんからお願いします。ゆみちゃんで松任谷由実のモノマネ、うん、お願いします。小さい頃は神様がいて不思議に夢を叶えてくれた。皆さん拍手。あれこれ松任谷ですよね。三浦じゃないですよね。これ三浦由美かい？いや今日はね、今日はダメです。三浦由美がお風呂でご機嫌で歌ってるのと違うんですよね。でも言ってもね、やっぱこれ女性ですからね、歌手松任谷由美さんもね。そうですよ。だからもう。まさきさんは結構これハードル高いと思うんですよ、そこをね、なんとか、うん、ではいきます。はい、長尾まさき松任谷由実のモノマネ。小さい頃は神様がいて優しさに包まれたならきっと目に映る全てのことはメッセージ。さあどうでしたかね。うん、やっぱり違う曲の方が良かったかもしれないね。ファービーみたい。ファービー？ファービー？ファービーみたいだった。はい、ということで、はい、はい、全て、はい、終了しましたけども、トータルで考えてくださいね。そうです、トータルで、トータルでどっちが似てたのか、うん、皆さんのコメントお待ちしています。はい、はい、先ほども言いましたけども、罰ゲームは1月1日元旦の日に日の出を動画撮影しに行くっていうね、おっていう罰ゲームとなっていますので、はい、そちらのね、詳細は乞うご期待、乞うご期待、チャンネル登録よろしく。またねまたねまたね。小さい